仙台システム科学行きマネジメント学類4年三木大樹さんです。トップバッターよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。現代システム科学行き4年いやごめんなさい現代システム科学行きマネジメント学類4年の三木大樹と申します。すいません、めっちゃ緊張してます。今日は一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕が不大生になって4年が経って、その今までにしてきたこと、やってきたこと、体験してきたことを簡単に話させていただこうと思います。でもやっぱり学生の一番手なんで、一発こう場を温めようかなと思いまして、一つやらせていただきます。充実したキャンパスライフ、恵まれた学習環境、あー不大に入学してよかった。あ、これ、ブルゾンチエミを意識してやりました。すいません、結構人生一滑ったかもしれないです。ありがとうございます。では真面目に発表していきます。よろしくお願いします。改めまして自己紹介です。現代システム科学域マネジメント学類4年の三木大樹と申します。自称現代システム科学域1学費の元を取っている男です。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、現代システム科学域と言われても何をしているのかあまりピンとこない方が多いと思うのですが、現代システム科学域というのはマネジメント学類、知識情報システム学類、環境システム学類の3つの学類に分かれております。さらに僕は、後期で入学いたしましたので、現代システ1年生の時はこの3課程に配属されず、現代システム科学域という大きな括りで入学しました。そして2年の始まりにマネジメント、知識情報システム、環境システムの3つから選んで、僕はマネジメント学類に編入しますされました。マネジメント学類の中にも経済学、経営学、生産システム科学、会計学、法学とたくさん学べる中で一番マイナーな法学のゼミに属しております。法学部ではないのに法学のゼミに属しているというのはなかなかない経験だと思うんですけれども、経済の勉強もしながら法律も学んでいるということになっております。僕の大阪府立大学との出会いだったのですが、先ほども少しお話ししましたように後期入試でしたので第一志望では決してありませんでした。そして現代システム科学域の後期入試はセンター利用だけでしたので、入学手続きで初めてこの大阪府立大学に足を踏み入れました。オープンキャンパスにも受験ですら来たことがありませんでした。そしていざ入ってみると、なかなか周りの先輩方はウェイウェイしてというんですかね、大学生特有のあの空気感があって、周りの空気についていけない日々が少し数ヶ月ありました。1回生から2回生の夏前期あたりまではずっとバイトとサークルに明け暮れる日々でして、僕は技術部に所属しておりまして、永遠とマジックをやり続けていました。言ったら多分怒られるんですけれども、授業中もトランプを触りながら、授業を半分聞きながら、そんな本当にダメな大学生の典型例を過ごしていたと思います。居酒屋のバイトで年間100万円ぐらい稼いだんですけど、そのほとんどをマジックにつぎ込んで、マジック見るためだけに名古屋に旅行行ったりとか、そんな生活を1年生と2年生の夏前期まで受けしておりました。本当に良くない大学生ですね。そんな中でも先ほどもお話にありましたように、地域再生 CR 副専攻というものの授業は一応取っておりまして、これは本当に僕は副専攻を履修したいから取ったというよりかは、たまたま授業の単位的に面白そうだったので副専攻をたまたま進んだという形で、僕は防災の授業を受けていました。ここでも防災に興味があったというわけではなく、本当に運命的な、たまたまですね、たまたま防災の授業を受けていたんですけれども、そこである一人の尊敬できる先輩と出会いました。そしてこれが僕の人生を大きく変えていった出来事になりました。その尊敬できる先輩に誘われて、東日本大震災の被災地に2年生の夏休みの時に行きました。で、そこで見た光景がこの右端に出ている光景なんですけれども、これは津波で流されてしまった閖上地区というところの写真でして、右下に出ているのが、家の基礎なんですね。これも全部津波で流されてしまって、この光景を見た時に
本当に心が痛んで、僕の地元が和歌山なんですけれども、もし南海トラフが来た時に和歌山もこんな感じになってしまうのかなと思った時に、初めて心に火がついたといいますか、防災活動にのめり込んで、その後の活動の原点となりました。2年生の後期から本当に防災活動をよくしていた学生生活でした。でその2回生後期から3回生になって、被災地を見て改めて意識が変わりました。でいろいろやったんですけれども、すべて防災、本当に伏線校を取ったところから始まっていて、防災啓発活動もしたり、全国公立大学学生ネットワークというものが、公立大学全88大学のネットワークがあるんですけれども、これも先ほどの伏線校の説明でちらっとありましたように、僕たち公立大学生は地域に根ざして地域の課題を解決するというところを目標にしていて、その全国の88公立大学生、地域に対して課題を持って活動している学生を集めているネットワークに所属することになりました。で今年度2017年度の副代表もやらせていただいていて、また10月に大会があるので、今はその準備で忙しくしております。で3回生もそんな感じでいろいろな活動をしていて、ついに4回生になりました。やはり4回生となると就活です。今日もスーツで来たんですけれども、ずっとこんな感じで就職活動をしていました。で就職活動にするにあたって、僕が一番不安だったことが、よく噂で聞く学歴フィルターっていうやつなんですけれども、大阪府立大学の現代システム科学技は決して偏差値が高い方ではないんですね。でもいざ就活をしてみると、普大は高学歴だと。これはきっと理系の高学歴の皆様のおかげなんですけれども、普大は高学歴だと周りの企業さんから言っていただいて、学歴フィルターに引っかかったようなことは全くありませんでした。そして3年生の夏からさまざまなインターンに参加させていただいたんですけれども、東大生京大生にも負けていないぐらいの論理的思考力がついておりまして、これは本当に普大の授業のおかげだなと感じております。で僕が一応伸びてる普大生ということで今日ここに呼んでいただいたんですけれども、本当に伸びてるかどうかは置いといて、どうしてここまで自分が成長できたかと思うと、きっとこの信じて見守ってくれていたからだなと思います。これは誰からって言われますと、両親はもちろん、友達とか先輩とか、あとお世話になっている職員さんたちから、皆様からそうなんですけれども、僕が何をするのもする時も、例えば1年生の時にマジックと居酒屋のバイトしかしてなくって、本当に良くない大学生だった時にも、親は何も言わずにちゃんと信じて見守っていてくれたからかなと思います。そんな遊んでばかりいた大学生でも人生を変えることができるぐらい、普大はチャンスであふれている学校です。語弊がないように一応言っておきますと、決してサークルに明け暮れることが悪いっていうわけではなくって、自分のやりたいことを見つけられていないことがすごく残念なことで、僕は自分のやりたいことが普大に来て見つかったので、それはすごく良かったです。そのチャンスを与えてくれた普大にはとても感謝しています。では最後にもう一度、大事なことなので2回言います。僕はこの4年間通じて思ったこと、それが本当に普大に入学して良かったと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。